はい、ハワイどうもペンギンです。キングダムハーツファイナルミックス 1.5 HD やっていきたいと思います。オリンポスコロシアムでハデスカップを一人でクリアまでやりました。で、前回言ってたんですが、ここですね、シナリオを進めていきたいと思います。ではまずホローバスティオンにワープドライブします。オリジナル版をやったときは、ラストダンジョンで詰まって、オリンポスコロシアム行ってから、出直したという形になったんですけれども、星の数おかしいよ。なんか、魔力だけ、ゾンがやるね。シールド全くないけど魔力だけあるね。怖い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 、当たるのすげえ怖い。なんか吸い込まれそうな背景ね。このグミシップでこのシューティングができるんですけど、これいろいろミッションがあるみたいで、一応クリアするとグミシップの設計図みたいなのがもらえるみたいですね。みたいみたいらしいらしいっていう言葉を並べるしかないんですけど、あんまり僕グミシップにこだわりないので、全然初期装備でもいいかなとかって思いつつ、やってるところなんですが、まあ、実際仕組み理解してないですからね。まあ、とにかく接触しないようにするっていうことしか僕は考えてないので、乗れたらいいやみたいな考えなので、オリジナル版は確か僕アルテマグミをちょこんってつけてたんですよね。アルテマとメテオかなんかつけてたんですよね。それはそれで楽しかったんですけど、ラストダンジョンだけあってまがまがしいですね。来たか。エンドオブザワールド。トップエース。つけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。ここはパートレスの世界だから消えてしまうかも。でも平気だよ。世界が消えても僕らの心は消えない。心があれば友達のところに帰れる。僕は信じてるよ。うん、そうだな。必ず返すよ。なんか BGM 的には FF10 って感じですね。
ここのエンカウントの仕方が結構特徴的で、場面が変わるんですよね。っていうかエンカウントするんですよね。でこいつらが初見プレイの時めっちゃ強くて挫折したんですよね。あれ開けれんかった。あ、そうかそうか。開けれんかっても大丈夫か。ここに出てくるんか。で、これ見えない壁が実はあるんですよね。で、今これが宝箱か。これ宝箱に触れようとするとエンカウントしたり、そうそう、こんな感じこんな感じ。で、まあ、倒すまでここから出られませんよっていう。まあ、全部の宝箱開けていくんですけどね。綺麗な石か。で、これ、方向感覚なくなるんですよね。ちゃんとどっちがどっちかって覚えとかんと。メガポーション。結構適当に進んでますけど、意外と進めるもんですけどね。ほらね、普通にこいつ出てくるんですよ、ホローバスティオンのボス。いた。何でしたっけ、ベヒーモス。ホローバスティオンのがベヒーモスで、あいつ、オリンポスコロシアムのベヒーモスはデストロイベヒーモスかなんかっていう名前で、あっ、掴んでよかった。で、あ、くっそ、拾えんかった。あいつがなんか落とすんですよ。なんかミスリルかなんか落とすんですよね。くっそ、拾えんかった。あれ結構つらいな。で、このエンドオブザワールドで出てくるベヒーモスの名前はアークベヒーモスらしいです。エリクサーか。エリクサーが100マニーとかでしか売れないっていうのがね。ヒーモスはそこに行けば確か毎回戦えると思うんですけど、マップ切り替えていけば。まあそんなに強くないですし。まあ試行回数重ねてもいいかなとは思うんですが、綺麗な石、綺麗な石ってアイテムでね、売れるんやっけ。使い道はなさそうですが、ちょっとだけ値打ちがありそうです。売れるんやね。反対側いけるかな。いけんね。どうやって行きよったっけ。ちょっと戻るんやったっけ。なんとなく意外といけるもんですねこれ。
これ本当に見えない壁ありますからね。ベヒーモス戦いたいな。アイテムが欲しい。AP アップやった。もう基本的に空をひいきした形になりますけど、この奥の雑はなんか、あ、そうでもなかった。エレンカウントせずにいけるかなと思ったんですけど、アイテム落ちてないかね。吹き荒れる風、合成アイテムですね。これはいけるかな。いけそうやね。これがおそらく最後の宝箱のはずです。固定石か、うん、アークベヒーモスでアイテムが拾えんかったのがちょっと残念かな。あれ、ここは進めんかったっけ。あ、いけたいけたいけた。お、もう一回戦えるんか、お前。その攻撃は流星群みたいなやつか。さすがにここまでレベル上がってくると相手にならんつうか、結構なこと楽ですよね。よし、落としてないか、落としてないか、落としてないね。悔やまれるね。50% ぐらいの確率やったと思うんですけどね。アンセムはどこにいるのかな。僕にいい考えがあるぞ。一番危険そうなところに思い切って飛び込むんだ。ここも宝箱が何個かあるんですよね。順番に行けば確か行けたかな。基本的に、まあ、ここは一番下にダイブすれば進めるは進めるんですよ。でもそれじゃあアイテムが拾えないので、やらかした。どこにあったかなアイテム。あった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 、1個。ドリルグミって何。グミか。
どこまで来たっけ、順番に。結構落ちたので、まあ、とりあえずここまで降りてきて、あ、ここにもあった、アルテマ組。あんまり覚えてないんですよね、ここ。サクッと進んだ記憶があるので。下の方にセーブポイントなかったっけ。あのふわーって吹き出してるところが確か目的地やったような気がするんですけど、入り組んじゃってわからんね。アルティマニア見ようか。ここはさすがにちょっと難しい。5つほど宝箱があるみたいなんですが、5つほど宝箱があるみたいなんですけど、今2つか。適当に進んだところで宝箱は全て開けれないみたいですね。アレイズ組なんて、ファイナルミックス版で追加されたんですね。ここが一番下にあるやつかな。このツタを上がるとどこまで行けるんやろうか。結構アイテム探索好きなので、ぐる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 同じところ回るのが多くなるんですけど、一番最初まで戻ってこれたかな。こんなアクションあったっけ。こんなアクションあったっけ。初めて見たんやけど。ジャンプすりゃいいじゃねえ。こんなアクションあったんやね。で、
これでこっち飛ぶんかな。一応ね、上まで上がってみんことには。これ限界じゃない？まあ早い話が、これ奥まで行ってセーブポイントからグミシップ乗って戻ってくるっていうのが一番早いんですけど、そうしよっかな。そうしよう。えい。あった、セーブポイント。ここからは戻れんのか。うん、上書き上書き。